はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきますか。メリークリスマスマリオ。そういえばもうちょっとでねあのクリスマスですね。皆さんねあのクリスマスどのようにお過ごしでしょうか、ね、まあ彼氏と過ごしたりとか。いいよちょっと待って、いやちょっと待って、ルイージごめん、ルイージごめん、ルイージごめん、危ない危ない危ない、ルイージと同じ動きをすれば大体大丈夫です。スタートってったら早いんじゃない。あ、ルイージも取ってったのか、くそ。いやこのまま走っていきます僕。ルイージめっちゃ速いね。いやいやいや、ちょっと待って、これを超えれば いけるはず。よし、あ、いやルイージ一緒に当たったけどゴールできてよかったね。キノピコ2分の1あやか、あとの2分の1は何なんだろうね。どこ行ったんだあやか、あと2分の1をどこに置いてきた。さて今回はこのまま一番右を突っ走っていきたいと思います。よし勝った、これも勝ったでしょね。うわあ危ねえ、なるほど。うわあの何このハンマーブロス倒してみたいな。いや結構きついでしょこれ。どうしようか、どうやって倒す、長いな。なるほど、ここでリンクが出てくるパターンね。ありがとうありがとう、オッケーオッケー。もう多分あのキノピコ取っていったでしょう。え、あなんか鍵手に入れたんだけど、ラッキーえキノピコやられたってことかな。いやありだねこれ。よし、それじゃあこのまんま渡っていくんですけれども、これは鍵ないと無理かな、どうなんだろう。このまんま、やっぱり鍵ないときついか。こ、ジュゲム持ってないから、この子。うわ、持ってないね。絶対この、うわ、ここきついってこれ。マジきついって。ガードでいける？上から。上からだって。よし、オッケー。これもうみんな入ってこれないでしょ。ごめん、みんな。たまたまだね。いやいやいや、惜しい。したいところですよ、したいところですけど、僕これ勝ちはいやするか。たまにはね、みんなスタートからやり直すっていうか、みんなでやり直しするかね。これは公平じゃないよね、みんなでやり直しする。オッケーたまにはいいわこういうのも。みんな僕にお礼言ってね、お礼言って、ありがとう。なんでなんで、みんなもうちょっとお礼言ってくれてもよくないね。え、しかも人の取る、ちょっと待って待ってよ、これさみんな僕を待ってくれな、おかしいよね、そういうのだと思うんですよ。せめてさ僕だけは待ってくれるよね、みんな誰かわかんないけどさ。オッケーオッケー、でもう一丁いきます。よし、ごめんねごめんね。でこのままもう一回ね、ブンブンだったっけ、ブンブンを倒せばいいと思うんだよな。オッケーオッケー、ちょっと待ってこれ危ない。ちょっと待って、まずいまずいまずい、これまずいまずい、どうしようどうしよう、こっち投げて、これ剣ちょうだい、剣ちょうだい、剣剣剣、あ待って、キノピオ、キノピオ待って、僕は待ってくれるよね、え僕は待ってくれるよね。わもうしない方がいいねもうしない方がいいかもしんないたまにはねああいうのもいいかなと思って。いやほんとみんなね、僕あのレートとか気にしてないんですよ正直。レート上げたい方いっぱいいると思うんですけど、僕はねあの動画を通して面白くなればいいっていうのが一番ねあの本望なんでですね、まあ、レートとかどうでもいいんですよ。さあだから一発なんかコースって書いてたんですよ。もうなんかゴールがあるっぽいな、大丈夫、多分もうゴールがあるっぽいんだ。なるほど、これを登っていきみたいな。うわ面白いこのコースいやめっちゃ面白いね、考えが斬新だな。でこれんーどどど待って、はーい、レースインザジャングル、3回連続で早口で言ったら絶対言えなそうなコース名ですよね。レースインザジャングル、ゼレンズチンゲッ、レースインザジャングル、レースインザジャングル、レースインザジャングル、結構言えたね今。え、すごくない？ちょっとみんな言ってみて。多分ね、レースインザジャングルってなると思うんですよ。ね、レースインザジャングルなんですけどね。レースインザジャングルって多分なると思うから、みんなね、早くて言ってみて。さあ、これは僕取っていきます。カートいらんかもしれんけどね。あ、いや、カートの方が絶対入る。これ、じゃーん。オッケーオッケー。この矢印の通りに行けばいけるはず。オッケー、今1位でしょ。あー！いや、いけるこれ。いや、まだいける。まだいけるね、下から行く、下から行きます僕。どうしようか、俺は一回このまま僕下から行きますね。じゃあ、いやまだワンチャンあるよ、待って壊れちゃう、あと一回で車壊れちゃう僕の。なる、さあ今度は宇宙のステージだね。まあこれ何ステージって言うんだろう、僕いつもねこれ宇宙のステージって言ってるんですけどね。まあ多分合ってるよね、まあ無重力ステージっていうのもおかしいよね。まあなんかね無重力ステージって言ったらちょっとかっこよくない。いやこれはちょっと待って、いやしゃがしゃ
なるべくね、あのジャンプ力を少なくしていきます僕ここね、そっちの方がいいと思うんですよ。で、うわどうしよう、アイテム取らんでいく、アイテム取らんでいこうか。うわ、いやいける、これ渡れる、いけるか、よし、賭けに成功した感じだね。うわっと、ブン太郎、あなたですか、ここラグかった原因は。お、来た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 、誰かジャンプして、ナイス、キノピオありがとう、キノピオのおかげですね。これは僕がやります、今度僕がやります、ちゃんと。はー、マリオギブしたっぽいね。じゃあ今3人か、3人だったらまあみんな戻ってきてるし、ワンチャンあるかもしれん、ワンチャンあるかもしれないか。いや、これ青青青青いる、青オッケー、来た。でこのまま渡っていきます。いやこれさ結構長そうなんだよこのステージ。いや意外と難しそうだしね。でこれジャンプ、いやちょっと待って、あぶい、めっちゃあぶいこれは落ちる、落ちますね、はい。あ、二人とも帰ってきてらっしゃいます。このまんまこれジャンプして、はい、来た。え、なんかやられる要素あった？あ、そんなないよね、やられる要素。せめてここら辺で中間は取っておきたいけど、いや、これアイテムっぽくない？いや、熱い。え、嘘。ちょっと待って。これは？いや、マジかよ。ちょっと待って。走っていくね、僕。走っていくか、ここら辺でジャンプしていくか、どっちかなんだけど。どうしよう、どうしよう。いや、こっからジャンプしていく、一回。やったまあ、一気アップがあった時点でゴールだとは思った。コインを22枚取ってからゴールか。なんか、雪うさこっていう方が作ってたんですよね、このステージ。で、そのなんか、雪うさこって名前めっちゃ可愛くない？雪うさこだよ。なんか、雪パンダでも可愛いかもしんないけど、うさこってなんか可愛いって感じするよね。さあ、ここはビルダーマリオ。僕のめちゃくちゃ嫌いなビルダーマリオですね。はい。で、やっぱりね、こういう方がいるんですよ。だからね、僕ビルダーマリオあんな好きじゃないんだよな。まあ、それでも、勝っていけばいいだけの話。ね、みんなそう思うでしょ？勝っていけばいいだけの話なんですよ。さあ、ここでファイヤー。あ、ビルダーじゃないんだ。ここでファイヤーなのか。いや、ちょっと待って。これ、右に渡っていい？渡っていく？このまま乗っていって、上の方にコインあるんじゃない？あ、ない。え、どこにコインある？いや、僕攻撃しないから大丈夫だよ。大丈夫だって、キノピコ。もうそんな僕しないから。さて、コインですよね。コインがどっかあると思うんですよ。これより右はもうないな。上とかないかな？上ないね。ここら辺でね、あの奪うのも全然いいんですけどね。なるほど。いやちょっと奪え、奪え、ここで奪おう。あっ、あー、無理。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。